水に浸かったダックというお話。その日は雨の降る寒い一日だった。ダックがナップフォード駅にいると、そこへジェームスがやってきた。いろいろな仕事があるが、ジェームスは客車を引く仕事が一番のお気に入りだった。貨物列車の仕事が専門とはかわいそうだよダック。でも誰かが貨車を引かないといけないもんね。でも君だって時々貨車を引いてるじゃないか。まあ確かに、でも僕みたいにピッカピカで立派な機関車はいつだって客車だけを引くべきなんだ。お客さんだってみんなそれを望んでるだろうしね。しかし、いつもいつもジェームスの思い通りになるわけではなかった。こんなに雨が降ってたら、ピッカピカの赤いボディが全然目立たないよ。この何日かその方では雨が降り続き、川の水も増えていた。視線の上空にはハロルドがいた。線路の一部が水浸しになっていて、すぐにトップハムハット卿に報告しようとしたが手遅れだった。ジェームスがちょうど休憩しようとしているところへ、操車場を横切ってトップハムハット卿がやってきた。トップハムハット卿は他の仕事を頼むつもりなのかな。おお、ジェームス、君はどうやら休憩中のようだな。ダックは線路の水たまりにはまってしまった。助けてやってほしいんだ。でも僕は次の客車を待っているところなんです。それならさっさと出発したまえ。早くダックを助ければすぐに戻ってこられるぞ。そんなとこにはまったのは誰のせいなんです？誰のせいでもないんだよジェームス。仕方がなかったんだ。だからダックを助けるために誰かがロッキーを連れて行かないとな。もうダックなんだし水の中がお似合いですよ。ジェームスはロッキーを引いて走りたくなかった。おしゃれな機関車がする仕事ではないと思っていたのだ。だが誰にも気が進まない仕事をやらなければならない時がある。よし、これでいいぞ。急いでよロッキー、ダックを助けていかなきゃ。ああ、分かってるって。クレーンのアームを固定するまでもうちょっと待っててくれ。だけどね、ダックは水の中なんだよ。早くダックを助けないと。この僕にふさわしい仕事に戻れないじゃないか。ジェームスはさっさと走り出してしまった。だがロッキーのアームはまだ固定されていない。ジェームス、もう一度待ってくれ。アームがグラグラしてるんだ。落ちないように頑張ってて。君は今までも危険な仕事をたくさんしてきたはずでしょ。だけどこのままじゃ大変なことになるぞ。大丈夫、今大変なのはダックだ。男子を助けに行ってあげないとね。水浸しの線路に近づいたところで、ジェームスはスピードを落とすよう警告する信号に気づいた。今どうなった？一体何の話だ？何か倒したみたいだ。どうせそんなに重要なものじゃないと思うよ。でも信号というのはとても重要なものばかりだ。急いでね、もうずぶ濡れで大変なんだ。蒸気を出し続けててくれよ。すぐそこから助け出すからさ。
せないよ、ジェームス。加湿の中にも水が入っちゃったんだ。ジェームスはロッキーの位置をダックのすぐ前にするため動いた。知っているが、ジェームスは水に浸かったダックを面白がっていた。でもダックは本当の名前じゃないよ。本当の名前はモンタギューだ。その頃、オリバーもちょうどダックの視線を走っていた。だが、倒されてしまった信号には全く気づかなかった。しなかった。だがジェームスは怒ってプンプンしていた。オリバー、しっかり前を見ながら走ってよ。この手前にちゃんと信号があったでしょ。信号なんてなかったけど、お願いだから早くここから出してくれない。ロッキーは再びダックを水たまりから積み上げようとした。そしてオリバーは機関士が信号を下ろせるようにバックで走り出す。そこでまた問題が起きた。どうもありがとう、ロッキー。どういたしまして、ダック。こんなに事故が起こるとはな、ソドー鉄道にあってはならない事態だぞ。本当にすみませんでした。きっと俺が悪かったんです。どうやら信号を倒してしまったようです。アームが固定されていなくて、揺れちゃってたから。それ誰のせいでもありません。仕方なかったんです。ロッキーはまだ準備中で、なのに僕が急いで、それでトップハムハット卿、この事故は僕の責任です。ロッキーのアームがちゃんと固定されるまで待たなかったんですから、それでグラグラしてしまったんです。このような事故が起こってしまったことは本当に残念だよ、ジェームス。でも自分の過ちを認めたのは素晴らしいことだ。お詫びの印にダックの加湿が乾くまでの間、彼の箇所を代わりに引いてあげたらどうかね。わかりました。僕にお任せください。ジェームスは貨車を引くのは好きではなかったが、いつも自分の好きな仕事ばかりできるのではないと分かっていた。でもキラキラ輝く太陽の下で、ジェームスの姿はとても立派に見えた。赤いボディがピカピカに輝